7代目はどこにいる？そういう釣れねえ態度も相変わらずだな。相手がどんなに強大だろうと決して尻尾を振らない。さあ、おかげはこの中だ。生きてんのか死んでんのか。うい！7代目のチャクラだ。消えた？ああ見えてずる賢い奴なんだ。くそ！来た！何か来る！やろう！大丈夫か？文句があんなら来いよ。威勢がいいのは口だけか？影分身の術！くっ！完全かい！油断してんじゃねえぞ！行け！しゃあ、頭に入っとってます！傷が、なんて最新速度なの？ひるむな、ボルト！オッケー！兄弟！お、早く！なぜか！なんだ？体が…何？この黒いもや、ボルの忍術か？さっきまで吸収できてたはずなのに。お前のおかげで俺たちの計画に差し迫っていたタイムリミットはなくなったも同然なんだ。グータンカッパバタ。そんな風ごときでこの古墳は消せねえ。ライトン、ヘリリカッセスイートン、スイートン。だからなんだ。真の狙いは毒か。器以外のものに用はねえが、邪魔立てするようなら撤退するよ。分かった。逃げたか。だが依然火影はこちらの手中にある。何逃げてんだてめえは。七代目を見捨てんのか。あの黒いもや、触れると徐々に体の自由がつかんくなる。でもタワーで吸収できなかった。物質は吸収できねえ。それがカーマのルール。そうだ、別の方法か。カキ？ボルト！ミツキ、体は何ともないの？念のため、僕の体内に取り込んでおいたんだ。なんでそんなことを？ボルトとカワキ、二人はウイルスに感染した。動く。つまり、奴はウイルスを体内で生成している。とにかく七代目を助けに行かねえとな。その前にこのまま戦っても次はどうなるかわからない。いざという時に揉めないように。え、私？なんでサラダが指揮官なんだよ。いいぜ、賛成だ。それで勝率が少しでも上がるってんならな。俺も乗るってばさ。決まりだね、サラダ隊長。私たち3人にカワキを加えたフォーマー戦。他の奴らはどうした？モヤが全身に回って身動きできなくなったが。ほんと、はた迷惑な能力。このウイルスをとある村の連中に感染させる。そこで俺がその病気を治してやる。するとそいつらは奇跡が起きたと思い込むわけ。そうして俺を信じた者たちは、こんな地獄みてえな世界からおさらばし。何考えてんのよ。ガトン、ラッシーよ。ガトン、豪華系の術。ウイルスを警戒してあくまで距離を取るつもり。俺とお前のカーマが共鳴すれば単純に力が上がる。カト、本戦からの術。スイートン、水人兵器。見失った。そういうことか。そう、上へ逃げるしか。いいよな。もう完全に手遅れさ。無駄だ。もはや陰謀録に結べねえよ。外さないよ、この距離なら。カトン、豪華系の術。寝てるはずがねえ。カオキ、行くぞ。ラッセンガン。すがる。うまくいったみたいだね。ああ、バッチリ効いたぜ、ウイルスの抗体。Huh?